説は西俊久さん、無四球、無四球もいいね。この無四球ってのは今年の加藤のね、めちゃくちゃすごかったところだからね。フォアボールの少なさで福田周平も暴れてると。味方を変えれば日本ハムとオリックス、今日本ハムとオリックスの選手がお立ち台に立ってます。甲子園の球場で黄色い縦縞のユニフォームを着て、もうこれがプロ野球スピリッツよ。素晴らしいゲームだ。で、近本がなんと、そう、絶賛村上が三冠王してるんだけど、それは一旦置いといて、俺らは盗塁だけで勝負してるからな。いい。てか、塩見も走ってんな。だ、素晴らしいランキングだ。これが見たかった。1位から7位で阪神の選手が5人いるからな。これこれ。しかも、6月で38盗塁か。このペースだと70盗塁いくな。荻野も暴れてんな。今年盗塁多いな、なんか。調整ミスってんじゃないか、これ、コナミが。近本が多いな、ともかくとして、コンピューターが平気で20盗塁してんのはよくわからんな。6月頭なのに。デスパー守ってるし。てかさ、流したけどさ、アキラと逆だろ、デスパイね。バカなんか、藤本監督は。なあ。デスパイの守備適性 F ですよ。見えてますか、藤本監督。大社中村アキラ、レフト D ですよ。見えてますか、藤本監督。コンサー兵が後々、痛い目に遭うことは、今は知る由もなかった。頑張れ、チカ。お前しかいない。お前しかいないんだよ、阪神は。チカでも超えない。超える。デスパイネにしてるからね。こんなところで伏線回収するとは。そんなことより見てみろ、これを。最初、冒頭でも言ったけど、中村晃を DH にしてデスパイネを守らせる。その藤本監督の判断が、もうこうなっちゃうわけよ。二流ですね。本当に。采配としてなってない。